松戸の山荘は、京都府宇治市小畑南山にあり、山荘流佐道の流祖、高谷総藩が、佐道道場のために作った建築物及び庭園。平安時代末期の関白、藤原元房の別業である松戸の跡地とされる。高谷総藩は、大阪の弁護士であったが、演習流佐道に堪能であり、1918年に土地を取得して、自らの設計により、 佐藤道,道場、松戸の山荘を建設した。建つぼは千坪現在は大正院やなら、京都市内の山並みが見渡せる、長望閣など近代和風建築が立ち、茶室が17席ある。敷地内は、双藩の山荘流佐藤における、基本理念である、方園思想に貫かれており、方と円を組み合わせた造形が、随所に見られる。松戸の山荘の所在地は、 関白、藤原元房が作った別行、松殿の旧地と伝えられており、百連章の記述から元房万年の造営と考えられている。また、赤月期、民教記百連章によれば、道元の誕生の地とされている。1918年に、高谷総藩がこの一帯を購入し、1919年から、親しみやすい広まで茶を普及するための茶道道場の、 建築を始める。その後11年の歳月をかけ、1930年に完成した。以下の12棟の建造物は2017年度重要文化財、指定。ありがとうございます。